よろしくお願いします。お願いします。後半はスペシャルゲスト、はい、山崎さん。山崎です。よろしくお願いします。美穂ちゃんのねクラブを作ってもらった時に、はい、あの出演してもらった山崎さんです。はい、山崎さんのプロフィールを少し紹介しますと、 LDJ シニアチャンピオンシップ3連覇、はい、この LDJ っていうのは世界大会につながる、ドラコンの、まあ、日本大会っていう部分で、そこで日本チャンピオンになると世界にチャレンジできるっていう、はい、なるほど。じゃあ世界にもチャレンジをしている、はい、4年連続で4年連続で、はい、見たことあるな、インスタとかなんか、はい、はい、で2014年2017年シニアチャンピオンということで、はい、で山崎さんインスタグラムや YouTube もやってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。まあ紹介はこれくらいにしてね、まあラウンド見てた方が皆さん楽しいと思いますので、ラウンドで2人にいっぱい話聞いていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。お願いします。食べた後どう？いやもうパンって行くんで食べた後気をつけないと。これやお気をつけます。おいしそう。いいパンじゃない？あいいパン、いいパン、うん、わー、飛んでるよ。ありがとうございます。今日一番良かったかも。あ、そうかもしれない、ね、いや、お願いします。お願いします。僕らの年ぐらいになってくると後半ちょっと体が止まってきて引っかかるんですよね。パンじゃなくなる。右じゃなくて体が止まって左。左。はい、左行かないようなイメージが。はい。おお、引っかかった。本当だ。だけど全然大丈夫。全然大丈夫。まあまあ、まあまあ、練習もせずに。はい。山崎さん、ようこそリンゴルクへ。ありがとうございます。山崎さんがドラコンを始めたきっかけっていうのはどういったことですか？きっかけは僕もともと、まあ野球やってて、その後社会人になってからもスキー選手、まあ、スキーやってたんですよ、うん、で、まあ、その協会のコンペっていうのがあって、そこで、まあ、たまたまドライバーがちょっと飛んだ時に、はい、その協会長がお前ドラコン行ってこいと、うん、まあ、じゃあゴルフじゃなくてスキー選手。そうです。まあ、ゴルフもまあまあやってましたけど、うん、そんなに真剣じゃないっていうか。あ、もう好きの方がむしろガンガン、まあ、そっちはもう仕事的だったんで。へえ。で、まあ、その夏場はオフになるので、まあ、その合宿という言われのこういうゴルフ合宿みたいなのが結構あって、まあ何日かトレーニングしたりするんだけど、その合間を見てゴルフやるみたいな。で、まあ、その時の協会長がドラゴン行ってこいって言われて、ドラゴンあることも知らなかったんです、その試合が、うんうん、普通のゴルフしか知らないかった。そうで、普通にその試合出たところ、うん、いきなりちょっと飛んじゃって、うん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 、まあなんか面白いなって思ったっていう。へえ。それがきっかけで、まあ、こうやって試合とかに そこからハマっちゃいましたね。15年間。やっぱスキーって結構競争率が激しすぎて、ちょっとこう一個のポールくぐるタイミングをミスっただけですぐ10位とかになっちゃったり15位になっちゃったりするんですけど、なんか何球か打って一発飛べばいいって、なんかその短期決戦がすごいなんか気に入りましたね。はい、じゃあちょっとセカンドショット打ってまた話聞いていきましょう。はい。なんか午後の方が良さそうだよ、さっきさん。おピンいってるぞ。ナイス。ナイス。全然違うね。お腹空いてたのかな。力が出なかった。ナイス。うわー、右出た。ギリギリだ。山崎さん、今こう、はい、連日のね、試合でね、はい、運転もたくさんし、はい、年にね、5万キロとか8万キロ運転するらしいですよ。走ります。で、ちょっとね、こうドラコンの試合などは飛びやすいんですよね。はい、そうです。アイアンが普通やっぱアイアンってこう綺麗に入ってくるんですけど、うんうん、ドラコンってこう強くインパクト入れるんで、ちょっとトゥー側がこうトゥーダウンしたような状態でインパクトするので、うんうん、ちょっとスピンがほどけた球で結構強い球飛んじゃうんですよね。なので今日ちょっとその点を気をつけなきゃ。そうですね、ちょっと今飛びそうな、ちょっと緩めて打ってるんですけど飛びましたね。はい、行きます。うまい。大きい。あれ。いやいや、でもしょうがないですよ。なんとなくちょっと行ってみようか。なんとなく
めちゃいい感じですよ。ナイス、ナイスタッチです。ドラゴン競技ってなんかこう結構ね、朝さっきさんにも聞いたんだけど、はい、出たいなと思って、はい、出れるスポーツではないですよね。飛ばすの好きだったら出れます、うん、ただ勝つか負けるかってなったら、うん、ちょっと難しいかもしれない。なるほどね。結構頑張らないと。結構頑張らないと、うん、ただそのコースで打ってよく皆さん自称300ヤード250ヤード飛びますっていうのはあるんですけど、僕らのドラゴンって本当に飛んだところまで直線で250ヤードか300ヤードなので、うんうん、コースの逆算より結構きついんですよ。うーん、結構コースだと330ヤードとかみんなワンオンしたことありますって言うんですけど、でもコースってやっぱちょっと曲がってるので、はい、実際自分の本当の距離知りたい人は出てみたら面白いかもしれない。ちょっとあるちょっと変わったこう緊張感味わえて、結構みんなこう手震えるんですよ。ティー乗せる時ティー挟んないブル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 ってね、はい、あの手に乗らない、これビビってじゃなくてこれから打たなきゃっていうそのアドレナリンだと思う、うん、それね、見た私ね、あの、その日本大会の時、こうなるなります、なります。私も結構乗らないんで、あの、美穂ちゃんですら、うん、山崎さん、手が震えたってやってたぐらいで、こうやってやっても押さえても揺れてる人やっぱいますよ。全然緊張してるように見えないけど乗らない人っています。分かる分かる分かる。顔は表情出してるのに乗らないみたいな、ね、挑戦してみたいっていう人は、はい、まあ出れます。出れます。はい、出れます、うんうんうん。カテゴリーが分かれていて、うんうん、その予選で勝ち上がった強い人たちっていうのはちょっと上のリーグに行っているので、一般の人は一般の人で結構出てる人います。そういうリーグもあるんで、はい、やってみたい人はぜひそういうのから始めて、はい、本当に勝ちたければいろんなちょっとドームだったりとか体鍛えたり、もっと飛ばすことやってみたりっていうのをやればいいと思います。ナイス。やっぱとんかつ。なんか全然曲がらないじゃん。ありがとうございます。全然曲がらないんだけど。そう、もう治りました。完璧だね。よかった。どうなんですか。全部治ったんですかも。そうですね。これでも右広いからもう右打ち。今のところはあの普通のスイングですよね。はい、はい、振ってないです。普通の皆さん飛んでますがまだ普通ですんで、で山崎さんはもう結構こうシニアの方に出会われてるじゃないですか、はい、年齢とともに結構飛距離って悩む方が多いんですよ。そうですね、距離が落ちてくとかやっぱ相談受けます。でも山崎さんは今もこうドラゴンに出て、はい、さらに記録を伸ばしたりとかしてるじゃないですか、はい、それではこうシニアに向けて飛距離落ちないためにしてることとかってありますか？一番気をつけてるのはやっぱストレッチ。あのストレッチって言ってもこうなんていうんですかね、こう筋肉を伸ばすストレッチっていうよりも、この関節が硬くならないように、うんうんうん、特に大事にしてるのが股関節と肩関節、ね、あとこの肩甲骨はまあ元々柔らかくずっとやってきたので結構柔らかいんですよ。だからこうこのように、おー、マイクさっきのが、もうこういうのが柔らかい、結構柔らかい。でも男の人にしたらそうですよ、ね、柔らかい絶対。でも結構やってると柔らかくなる。四十肩も五十肩も両方ならなかった。あ、本当ですか。起きて動く前のストレッチとダウン系のストレッチ、これ欠かさずやってます。シニアの皆さんぜひご参考にください、はい、バリバリジム行って鍛えなくても大丈夫。大丈夫、はい、すごい筋トレばっかりしてる。インスタ見るとね、インスタとかそういうの見るとそうなんだけど、山崎さん調べた人めっちゃ緊張してんじゃんみたいな。でもあくまでもこれは世界に向けて世界で活躍したいっていうことでやってますけど、でも一般の人はその仲間内で仲間よりちょっと飛べばいいわけじゃないですか。そうですね。だったらあと今を保ちたいとかね、1日5分のそういうちょっとしたことでずっと距離が落ちないんだったら何十歳までもできるから、障害やっぱスポーツっていうことでいいんじゃないですかね。はい、はい、いい話聞けた。グリーンちょいこぼれぐらいで、キックし乗ってるんじゃないか。乗ってる可能性もある。
かいかやっぱ。でも戻ってるかな、ないとね。飛びすぎるやっぱ。ちょっと広くなったんでドラゴンのクラブ行ってもらいます。あーしかも上げてるね、ごめんね。おーでも触れてる。バンカー入っちゃったかもしれないけど、245スピードがちょっと、ああ45.6。なんでだろう、なんでだろう。 SR の方が速い、 SR の方が速い、 SR の方が飛んでる。おお T 高っ。ドラゴン用で行くんだよ。フェンスだからあっこまで行くことはない。やばー、あんなとこ行かないで、行きます。行かないと思うけど、ちょっと風が止んだら行く恐れもある。やだ、これ結構叩かなきゃ、叩いていいですよね。叩いていいです。ただちょっとあの人たちが乗ってからにしましょう。もうちょっと行ってからのがいいです。お、すごいね、出てるね、出てる。女の子でなかなかいなくねかね。さっき48出てましたよ、コースで。マジで、いやー、ないな。ってことはこれ俺軽くドラコン用のやつでこうこう振って47だもん今ので。変わんないじゃん。まあ、わあいいじゃないですか。やっぱ試合後仕上がってますか。なんかちょっと振り遅れたけど、なんとなく間に合っちゃった。すごいですよ。500だって。57.2の335。さすがです。どうですか。何点？やっぱあんまり良くないですね。良くない。試合の時だいたい、試合の時65、6の94とかだと思うんだよね。良くないらしい。じゃあでも80点ぐらいですか。そうですね。あとラウンド用のボールだし、ドラコン用じゃないから。あ、それもあるんですね。二人にドラコンのクラブを振ってもらいましたが、はい、山崎さんはやっぱちょっとスイング変えてますか、ドラコン用。ドラコンの時はちょっと尺度が長くなるので。あんまりこうクイックにならないようにちょっと大きく上げてみる。でダウンスイングは速く見えるんですけど、自分の中ではゆっくり下ろしてる。そうなんだ。できるだけこうシャフトがこう動くことをした方が飛ぶんですよ。しならせる。はい。ね、出てたもんね。そうですね。こういう、ね、はい、動きもこういう動きね。全部伸ばす。うまくできない。バックスイングした時にこの胸の筋肉のあたりもこう伸ばしながら全部伸ばして、ね、全部縮めるみたいな。全然大丈夫って言いたいって思った。躊躇がない。どういうことを意識して。今のはあの右の奥のバンカーに届かないように、ほんほん奥のバンカーまで280だった、違う180だったんで、ほんほん160で打ったんですけど、うん、ちょっとダフってちょうどよかった。ちょっとダフった、はい、でもしっかり上からね、なんかすくい球綺麗に浮いてたけどね、うん、結構みんなすくってあーあーみたいになるから、もうちょっとクリーンに打つ予定が。まあでも大丈夫でした、大丈夫でした。ラッキー。あー右出しちゃった。軽く打ちますね。ナイスオンです。ご安全にの方行っちゃったな。安全です。ペラらんないじゃん。ペラらなくなった。ペラらんないじゃん。超えて。
越えて。あー、越えない。お山の手前。残念。切れない。切れない全然。なんかもっと切れそうに見えたんですけどね。お先です。あ。いや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 、お先だ。ナイス。ナイス。よかった。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいってことで、たくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。